ファームです。今日はトマルファームのまーちゃんです。トマルファームです。まーちゃんです。はい。今日はどんな作業しますか？今日は農協に出荷するキャベツの収穫をします。農協の段ボールにキャベツを詰めて収穫します。取っていきます。収穫包丁で取っていきます。今だいたい概要を取って、この葉っぱに沿って包丁を入れて、農協のキャベツはだいたい加工用のキャベツなんで、外側の外葉を取ってツルツルの状態にして出荷しております。今だいたい1箱分ぐらい、最初はなるべく大きめの底に並べて平らな面を作って、であと空いてる隙間にどんどん入れていきます。皆さんぜひコメントしてください。よろしくお願いします。